始まりました。本日なんですけど、先日友達の家のお片付けを手伝った出張ミニマリストをやっていったんですけど、その時に友達から、前うちの実家の動画を送ってツッコミ入れてもらった、あの動画楽しかったからまた動画撮ってきちゃった、そうやって言われて何個か動画をもらってきました。せっかくいただいたんでやるっけない。今日の企画はもちろんツッコミミニマリスト、はい、こちらでーす。実家っていうのはやっぱり年数が経っているし、昔の考えっていうのもありますから、物が溜まりやすいんですよね。皆さんにも参考になるようにミニマリズムを詰め込んでおきますんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。とはいえ友達の実家なんでね、そんなきつくなんて言えません。おかしいぞ。このぐらいですね。それでは早速始めていきます。レッツツッコミツッコミゴーゴーゴー。どうぞどうぞ。はい、最初は家の外なんですね。あ、玄関横にこの物置スペースね、物置が置いてます。自転車も置いてますね。なんかやっぱり広いなっていうか、なんかでっかい家みたいの見えてきたよ。てかこれでっかい物置じゃない、なんだこれ。はい、たった今情報が入ってきました。これは物置です。この日に設置したようです。だから扉もないし、材料もたくさん置いてあるし、はしごとかも置いてあるの。なんで娘の私に言ってくれないの。お父さんお母さん、私の家でもあるんだからね。あんた誰、友達の実家だっつってるじゃん。っていうか前回のツッコミミニマリストでこの家の中にたくさん使っていないものがあったけど、使っていないもので家の中が溢れてきた、でも手放せない、だからこんなに大きい物置を買ってそこに入れるんじゃないでしょうね。皆さんも見直せば手放せるものを入れるために新しく収納を買ったりしていませんか。買う前にもう一度持ち物を見直しましょう。人が住めるレベルに大きい物置を目にした後でちょっと気が動転しているけど、部屋の中に入っていきましょう。っていうかなんか扉おしゃれじゃない、この家リフォームしたみたい、かっこいいね。はい、成功者ですね。本当に村一番のお金持ち。はい、行きましょう。オープン。うわー綺麗。っていうか今おかしいとこなかった。うわ手出てきてない、誰かの手が出てきてるよ、怖い。うわホラーでしょこれ、やばい。たった今情報が入ってきました。これはこの家に住んでいるおばあちゃんの手です。おばあちゃんのことホラーとか言っちゃった、すいません。ただ元気なんですもんね。こうやって優しいですね。ドア開けるの手伝ってくれて、ほんと好き。っていうかなんかこの玄関綺麗じゃない、靴も全然出ていないしさ、消毒も2つあるしさ、この木の色がいいじゃないですか。おばあちゃんとっても素敵ですよ。さっきのおばあちゃんの件許してくれますか。本当にツッコミどころなし。強いて言えば電話の線がくるくるくるってなっちゃってるとこはこのネジネジは直しようがないですからね。いいね、シノ。ネジネジの人来た。っていうかほんと綺麗だね。こっちリフォームされてるから、この前見たのは何だったの。夢か、それとも幻か、幻か。はい、この部屋行きましょう。はい、オープン。なにこのキッチン、すっごい綺麗じゃない。白を基調としたこの木の色がたまらないじゃない。やはりリフォームしてあるだけあってすっごい綺麗。これ実家オブザイヤーでしょ。これ3年連続で受賞して殿堂入りでしょこれ。ちょっと扉開けた瞬間に袋が何気ない場所に置いてあった時はびっくりしたけど、それぐらいでしょ。あなた見せつけてきたじゃない。なんだマウント取ってきた、実家でマウント取ってきたのあなた。はあ、皆さん見せつけられましたね本当に。こっちリビングか。あれおばあちゃんいい感じ、足腰丈夫でいい感じ、足腰丈夫で大丈夫、大丈夫大丈夫、 It's alright here。 いやヒアとかじゃないから、おばあちゃんの足腰の情報にはみんなが安心したけどさ、 It's alright っていうのが福山雅治さんのモノマネだって誰も気づいてないからさ。っていうかおばあちゃん撮影するためにこれどいてくれたんじゃないの、ほんと申し訳ないよ。あ違った、さっきの外の物置の工事が気になってただけだった。おばあちゃんかわいすぎ。設置工事を見ているおばあちゃんはさておき、この部屋はすごい。このギター、このギターは有名なギブソンのギター、これはお父さんのギターで超かっこいいギターだ。これは聞いたところによると50万円するらしい。買い替えてこれ一本に絞っているようだけど、それは素晴らしい。50万円したとしてもいいものを買う、それは素晴らしいことだ。数を増やすんじゃなくて質にこだわる、量より質、素晴らしい考えだ。50万円の音色聞いてもらおう。おわわわわ、すごい音色が流れちゃったよ。みんな動画止めちゃったよ。これじゃ50万円の音色って言ったのにさ、50万円ちょうだいみたいな音色になっちゃったよ。逆に払ってほしい。はい、気を取り直していきましょう。まだ皆さん見てますか。はい、何このスペース、子供の遊ぶとこあり、ドラム式洗濯機もあるよ。この外のスペースは本当に素敵ですね。
光も入ってくるし、子供もこのスペースで遊べる。その子供たちの姿を大人たちが穏やかな表情で見守る。そんな光景が目に…ねえ、いい話してるんだけど、ねえ閉じないで。僕のこと潰そうとしてます？っていうか、この蛇腹のカーテン、マリメッコ、お花っ子、畳地はすご。コンセントがある位置はそれで正解ですか？おお、ほほ、本当に余計なことばっかり言っちゃってすいません。っていうか、おばあちゃんまだ見てるよ、物置見てるよ。そんな気になっちゃうの？そんな気になっちゃうの？かわいいね。っていうか、このテーブルにビニール敷くのやってたよね。みんなの実家もやってますよね。これはトットか、草間弥生さんグッズか。てか、おばあちゃんまだ見てるよ。釘付け。おばあちゃんはさておき、次行きましょう。じゃあキッチン行きましょう。このかっこいいキッチン、お金に物言わせちゃってんだから綺麗に決まってる。問題は中身よ。オープン。オープン。はい。ああ、こんな感じね。この上ね、キッチン上収納取れるかな。あ、キッチンタオルだ。これはリードさんのクッキングペーパーね。はい、じゃあこの上はなんだ。これ 38×6 ロール、6ロール。はい。え、またリードさんのクッキングペーパーじゃん。どんだけリードしたいの。本当にマウント取らないで。本当にペーパーマウントがすごい。前はトイレットペーパーめちゃめちゃストックしてたし、なんだここ紙不足の村か。クッキングペーパーがあること自体全然いいですけどね。でも高い位置にあるからさ、心配だよ。だって落ちてきて頭にカンって当たったらどうすんの。音違う。っていうか、この高さ取れるの？おばあちゃん取れる？ダメだ、まだ物置に夢中だ。こんな高い位置にあったら取れないからね。とかなんとか言っちゃって、また買ってこない？どんだけリードしたいのよ。ペーパーマウントやめて。まあどの収納にも言えることなんですけど、持ち物を見直せばそのものを一番使いやすい位置、取りやすい位置に置くことができるので、ごちゃごちゃしていることで上の方とか奥の方とか取りづらい位置にそれを置いてしまっているのであれば、まずは使っていないものがないか見直していきましょうね。ね、おばあちゃん。ダメだ、物置に夢中だ。っていうか、あんた誰？人のおばあちゃんとっ捕まえてさ。物置ずっと見てるとか、足腰丈夫とかさ。友達の実家だっつってんのに。わかりました、すいませんでした。お詫びにリード買ってきます。はい、気を取り直していきましょう。次。はい、こちらを。これってまさか三角に折ったビニール袋じゃないでしょうねと思ったらそうじゃん。ねえ、ほんとこういうの好きね、持っちゃうよね。まあ逆に貴重になってきてね、ちょっと残しちゃう気持ちもわかりますよ。まああのぐらいだったらいいね。はい、ここ何、引き出し。あ、ゴミ箱入ってんのね。っていうか、紙袋すごくない？これはちょっとたっぷりだね。こんなにいっぱいある。使ってるのかな。何かいろいろあげたりするのかな。必要なのかな。いや、捨てられてないよね絶対に。今チャンスなんじゃない？おばあちゃん物置に夢中だからさ。行け行け。隣にゴミ箱があるんだからさ、開けて捨てよう。開けた、いいね。なんでこんなにビニールがパンパンなの。なんでこのゴミがパンパンなの。何これ。情報が入ってきました。これはビニール風呂敷です。これはゴミ箱ではなく、ビニール風呂敷を貯めておくボックスです。どんどん出てくる。どんだけ出てくんの。捨てられてないじゃん。それゴミ箱じゃないの。もうそのままゴミとして捨てちゃおうよ。行っちゃおう。すっごい出てくる。それだけ。下にもすごい袋あるよ。っていうか、隣のボックスは、うわ、袋入ってる。ビニール袋が入ってるよ。これ普通のサイズのビニール袋だ。うわ、たくさん。このビニール袋を貯めておくための収納って、これすごいね、考えが。っていうか、じゃあ隣どうなってんの。開けないで。うわー、すごい勢いで開いた。何これ、膝サポートコラーゲン。これがおばあちゃんの足腰をサポートしていたというわけか。っていうか、なんだこれ。情報が入ってきました。これはスーパーでもらえるロールになっている小さな袋です。あの、くる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 ピッて取るやつね。それを捨てずにこんなに貯めて、しかも専用の収納ボックスを作っている。じゃあこれ全部袋を貯めておくための収納ボックスだったってこと。普通このボックスが3個並んでたらゴミを分別するためのゴミ箱と思うじゃん。じゃあ何、紙袋も貯めているから、この引き出しは全部袋を貯めるための引き出しだったの。これは果たして使うのか、そして使い終わるのは何十年後、何百年後なのか、先祖代々受け継ぐことになるのだろうか。そんなことをたくさん言ってしまったけど、ここは私の実家、私の家でもあるんだから、ちょっと声かけでもしてみようかな。だってここは私にとってかけがえのない大切な場所。あんた誰？
友達の実家だっつってんじゃん。私とか何言ってんの？っていうか真ん中の弟くんの水着何？レスリング？